ちょっとかっこつけちゃった。こんにちは、ジャビさんです。今日はめちゃめちゃリクエストにあった髪の毛の巻き方を紹介したいと思います。こんなほんまにめちゃめちゃどうやって巻いてるんですかって TikTok でもインスタでも聞いていただくんですけど、マジの簡単で本当に秒で終わるんですね。でもやっぱりこうやり方とかも自分の髪の毛やからめっちゃ慣れてたりするし、もうそれぞれの髪質とか、まあ、カットのタイプとか毛質とかでも全然変わってくると思うから、まあ、あくまでも私のやり方を皆さんにご紹介するっていう形です。めっちゃいい感じやね。これ本当にすぐ終わるんですよ。動画の序盤ちょっとマイクを使ったらちょっとノイズが入ってなんかザワザワ言ったりするんですけど、ほんまにごめんなさい。途中から外してるのでご了承ください。それでは髪の毛の巻き方いけそう。はい、使っていくのがこの 34mm のコテでございます。これはヘアビューロンから出てる 2D プラスのコテです。これ結構美容院とか行ったら置いてるよね。これだいぶ前に買ったんですけれども、もうずっとこれを使っています。髪の毛長い時も短い時もこのサイズです。ほんまにすぐ終わるから大丈夫っていう感じなんですけど、まずは毛先を揃えていきたいので全部外巻きにしていきます。ちなみに私レイヤーが入ってて表面だけちょっと短いんですね。だからまあとりあえず全部外巻きにしていくっていう感じで、あの毛先が整ったらいいっていうだけなんで、もうこれもこんだけ。次反対です。後ろ逃しやすいんでね、しっかり後ろまで巻いていきます。まあでもやっぱりめっちゃ私くせ毛っていうのもあって、もう今の時点でここら辺うねってるから、顔周りとか整えるだけでも結構もう出来上がっちゃうのよね。逆にストレートで行きたい日とかはもう全然無理、全部やらないともう無理、てか全部やってももう無理やけど。毛先はこんな感じにくるんとなりました。ほんじゃらばこの短い毛を次は内側に巻いたり外側に巻いたり、後ろ向きに毛先巻いたり、こう前向きに巻いたり、これ表面の毛は結構遊ばせたいからいろんな方向に巻いていきます。そうするとこういうボリュームが出てきます。マジでいつも適当すぎてさ、こんなん動画にしていいんですかっていう感じなんですけども、はい、全部巻けたらこんな感じです。で、髪の毛のイメージで一番大事なんて顔の周りやと思ってるんですね。まず分け目が私はもう適当、ここら辺、この前髪のここら辺をガッと掴んで、もう本当に外向きに巻くだけやねんけど、挟んだままリリースして、そんな置きすぎずサッとサッとしたら、こういうなんていうの、くびれができるの。納得いくまでちょっと何回かやるんですけど、結構根元の方から巻いちゃう。そしたらこういうくびれができるんですよ。でそれを表面と耳の上はマジで大事。かき上げたりして出てきた毛が負けてなかったらなんかマジで変な感じになるから、こんな感じ。ごめんなさい、ちょっとマイクつけてたけどなんか思ったよりノイズがひどかったのでやめました。前髪と内側がこう負けました。そしたら真ん中よりちょっと後ろぐらいを同じように外巻きにします。根元からで挟んだまま解放させてほぐす。そしたらこういう表面だけちょっとうねってる感じになるっていうのを片側2箇所ぐらいずつやっていきます。そしたらもう最後、分け目の根元を取ってコテ挟んで、この髪の毛が流れてる反対側にコテを押す。で離して一回ここで立たせて、で離す。そしたら分かるかな、この盛り上がり、これがあることで急にちょっとこなれ感が出る。前髪めっちゃ立ち上がる。でそれに合わせてもうまたちょっと微調整して前髪をとりあえず外に巻いていく。こんな感じです。何もしてないこっち側と巻いたこっち側、こんな感じ。ほんまにもう一瞬で終わんねんな、慣れたら。じゃあこっち側はノンストップでやっていきます。よし、こんな感じで終わったらわっさわっさーってやる。この前髪のねやり方はマジで外に巻く、ちょうど目の下ぐらいにこのくびれが来てほしいから、巻く時に結構根元から行って
この目の下ぐらいの長さのところが2回の巻き目ぐらいのところになるように、マジこれは感覚で何回かやっていったらもう分かるっていう感じだと思います。で、前髪を立てるとこなれ感が出るね。超ストレートの人とか難しいですよね。こんな感じです。最後に N ドットのこれよく見ますよね、オイルをハッハッぐらい取って手になじませたら、表面じゃなくて内側から最初こうクシュクシュって揉み込んでいきます。揉み込むっていうのがポイント。で、前髪に戻ってきて、最後こうやって前髪にもオイルをつけてあげる。直に前髪行くとマジで根元オイリーなやつみたいになっちゃうんで、こうです。おしまい。マジで3分ぐらいで終わるんじゃないかな、説明とかなかったら。こんな感じです。髪の毛伸びても短い時でも本当のやり方同じ。毛先巻いて前髪外巻きにして、耳のところ巻いてオイル塗るっていうのは本当に一緒なので、この感じはほんまに慣れるっていう感じしかないですね。あとカットも大事。私の前髪これぐらい、こんぐらいの時もあったけど、まあこれぐらいがトレーニングの時も髪くくれるしちょうどいいぐらいかなって思ってます。はい、では今日はめちゃめちゃリクエストにあった髪の毛の巻き方をご紹介いたしました。いいなと思ったら高評価とかチャンネル登録とかインスタフォローしてくれたりとか TikTok 見てくれたりとかしてくれたらめっちゃ嬉しいです。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。